はい。えー、皆さんおはようございます。テクニカルな人の森口でございます。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。えー、今日はですね、3月19日、アメリカの SQ に要警戒ということで、SQ、アメリカの SQ の話をしていきたいというふうに思っております。で、この日はね、もしかしたら荒れるかもしれませんという話になります。で、あとはやっぱ中央銀行のね、イベントなんかもいろいろありますから、まあこの辺ね、えー、なんか日程なんかもチェックしていただければというふうに思います。で、最後は冷やしのチャンネルライン見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。ということで、私のチャンネルではこういった最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析をね、毎朝7時半に必ず 動画で投稿しております。で、こう皆さんの参考になったりとか、何か新しいことを知れるきっかけになったりとかえ、そのチャンネルを目指しておりますので、え是非チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では、早速見ていきましょう。昨日の振り返りからになります。昨日の日経平均株価えプラスの49.140.17%のプラスということになっております。まあ、そんなに大きくは動きませんでしたが、プラス圏で維持できたっていうのはね。すごくいいことかなというふうに思いますえ。先ほど見ていただくとファーストリテイリング引っ張りました。で、あと注目は楽天ですね。楽天24%上がっております。日本郵政と。の業務 無提携によってというそういうううそニュースですねなってます一方で、まあ、ソフトバンクとか東京エレクトロン、まあ、主力どころも、ねえー、いくつか下げているものもありますので、えー、引き続き要を警戒というところで見ておきましょうコロナの新規感染者数確認しておきましょう東京都は175全国では695ということで、まあ、月曜日なんで少ないんですが先週の月曜日のようにこれ全国の値が増えてるんですよねなのではちょっとやっぱ怖いなというふうに思います トピックスいきましょう。トピックスは17.67,0.91%のプラスということで、えー、日経よりもですねやっぱりしっかりとした要線で、ほぼ高値引けみたいな感じでね、トピックスの強さはかなり目立つかなというふうに思います。終わり値ベースでは前回高値も超えていると思うんですよね。えー、なので、まあ、これはなかなか強いなというふうに思います、えー。マザーズいきましょう。マザーズに関しましては、えー、10.26ポイントのマイナス、0.85%のマイナスということで、えー、日経はそこそこトピックスは強い、マザーズが弱いというね、今までの典型的な、まあ、バリューリバーサル なんかそんな流れがやっぱり続いているのかなといいう,うには思いますえランキングを見ていただくと、フリー、メルカリ、ベース、マネーフォワード、弁護士。com こもこういった主力どころがかなり下げているというところがかなり気になるかなというふうには思いますが、ただ、これだけ主力が下げているにもかかわらず、昨日は1%も下げていないというところもまた1つポイントかなと思います。値上がり銘柄数も結構多くて、ですね、まあ、上がっているものもそれなりにちゃんとあるというところですので、まあ、この辺は注目をしていただいてもいいのかなと思います。 ニューヨークダウ行きましょう。プラスの174.8、0.53%のマイナス。こちら5時11分時点ですので、若干割わりとはずれるかもしれませんが、まあ、引き続き強い展開が続いているということですね。引きにかけてもぐーっと上がっているということになっております。えー、ヒートマップ見てみましょう。ヒートマップ見ると、うんまあ、結構高いす。まちまちですけど、一般消費財が強いと、最近経済指標結構強いのが多いんですよね。なんで、そういった影響もあるかもしれません。S&P ましょう。S&P も強いですね。25.6、0.65%のプラスということで、こちらもほぼね、こう引きにかけて強くなって いることが分かるかとがかか思いますで、ナスダックも、ナスダックも昨日は上がってますね。1.05%、一番強いですね。になっています。で、引けにかけて上がってきて25日線にこうトライするかどうかっていうところになってくるので、まあ、この辺ポイントになってくるかなというふうに思います。えー、主要銘柄見ていただいてもですね、まあ、掃除じて上げてますね。そんなに大きな上げが目立つっていうところはそんなないかなというふうに思いますけども。で、逆にこう、金融関連が一旦は調整が入っているといった内容になっております。で、というのはやっぱり、まあ、金利がね、少し落ち着いているっていうのがあると思いますね。で、即死指数なんかも高いので、まあ、 今日の日の本株に関してはちょっとまあプラスは期待できるんじゃないかなというふうには思います。 では見ていきましょう。3月19日にアメリカも SQ がありますが、今週は荒れるかもしれませんと。ね、今回の SQ は荒れるかもしれませんと。まあどうしてですかっていうね、そんな話をしていきたいというふうに思っております。で、まず3月12日にですね、日本のメジャー SQ がありましたね。無事になんとか通過したという感じかなというふうには思うんですけども、SQ っていうのは一体何なのかっていうと、スペシャルコーテーションの略で、まあ先物とかオプションとか、これの最終的な決済期日前の決済するための特別な価格のことを SQ というふうに呼んでおります。で、で、まあ、ここで にバーンとこう取引がされるので、日経平均株価の場合には29282.41なんですけども、やっぱここにこうしこりができるようなイメージですかね。円になっているということになってます。で、この sq が終わった後に上にいるのか、下にいるのかすごく重要だと思うんですが、まあ大体これが sq 値ぐらいだと思っていただきたいんですけど。もこの sq 値のり日経平均株価に関しましては上にいるというところですから、まあとりあえずね。無事終えて良かったね。という。そんな内容になっております。で、今週はですね。やっぱ中央銀行ウィークなんですよね。まあ、3月17日には f。o m c 3月18日にはイギリスの BOE、3月19日は日本の金融政策決定会合というところで、まあ、こうもう立て続けに、ね、各中央銀行がこれ以外にもたくさんあるんですけども、なんか政策金利を発表してきたりとか、コメントを出したりとかっていうことがあるので、まあ、そうすると何が起こりやすいかっていうと、金利が動きやすいかもしれない、特に FOMC ですね。ではやっぱり金利が動く可能性があるということですね。で、ここのところずっとやっぱりこの金利がどう,どうなるか、金利によってハイテクグロース変われるか変われないかみたいな、まあ、そういう話がずっとあって、 で、しかもこの金利に関しましては、このチャンネルラインの上限を突破してきて、で、さらに上に抜けるかもしれないという、そういう流れですので、やはり、まあ、どういう発言をするのか、この金利に対して、どういうコメントを出すのかっていうのはかなり注目なのかなというふうには思っています。 はい。で、3月19日金曜日にはアメリカでも SQ が発表になるんですね。えー、なので、まあ、ここにはやはり注目が集まってるなというふうには思うんですけども、これは昨日の日経 CNBC で岡崎コメンテーターがいろいろデータを引っ張り出してくれたんで、これはね、なかなか注目だなというふうに思いまして、えー、これをちょっと紹介させていただければと思います。で、このプットコールといろいろありますけども、まあ、このプットとコール、まあ、オプションですからね、えー、オプションの取引についての、まあ、プット買う権あ、売る権利とコール買う権利ですね。これはどっちが多いのかっていうのをね、まず一つ参考になるんじゃないかなということで、えー、皆さんにも紹介して ってていいいきたいという,ふうに思っておりますで、まあこのオ,オプションってちょっとややこしいですよね。コールは買う権利で、プットは売る権利だと思って見ていただいて、でひとまずまあこの場合だとあ改め、あらかじめ定められた一定の期日、または期間内に特定の商品を、えー、あらかじめ定められた価格、権利行使価格で売るイコールプット、または買うイコールコールのための権利を売買するのがオプション取引ですね。になっています。で、まあどこの期日を見ていて、でどれ どれぐらいいのの期間を見ててるるかによっても若干変わるんですが、まあ、とりあえず、えー、コールは買う権利であり、プットは売る権利である。だから、まあ、プットが多いっていうのは、ちょっと下がりそうかなというふうに見るということで、えー、コールというのは買う権利ですから、これが多いという場合には、ちょっと上がりそうかなと、上がっていくんじゃないかなっていうふうに期待されているというふうにも見ることはできるかなというふうに思います。まあ、その視点でですね、もう一度先ほどの表を見ていただくとですね、何がわかるかということなんですが、アメリカの場合だと、この個別株のオプションというのはかなりメジャーで取引されているんですね。なので、まあ、これを見ていきましょう。 とというところになっていますで、まず、この、総立局と、あとは3月19日 SQ、ここが期日のものを、まあ、比べているんですけども、まず一番ね、総立局で多いのは AAPL、これは Apple ですね。で、Apple になっていて、Apple は Put と Call で見ると、Call の方が多い。で、3月19日切りのものに見てもですね、Call の方が多いというところで、まあ、ちょっと上昇が期待されているということがわかるかと思います。で、その次に多いのは TSLA、これは Tesla ですね、になっています。で、この総立局で見ると、そこまで差はないんですが、3月19日切りで見ると、 圧倒的にプットが多いんですねなので直近見るともしかしたらテスラは下がるかもしれないというふうに思われているということになっております。 はい。でえ、気になるのはですね、下ですね、下。これ GME って聞いたことありますか ?GME って何でしょうかで、これやたらプットが多いですね。少し下がるんじゃないかっていうふうに思われてると思うんですけども、これ何かっていうと、ゲームストップなんですね。ゲームストップ騒動みたいなのありましたよね。で、ゲームストップ騒動でもう本当にこの売りが溜まっていて、売りが溜まっているのをショートカバーでぐーっとこう、なんかヘッジワンド期間投資家を倒すんだみたいな,なんかぐーっというのがあって、で、一旦落ち着いたかと見せかけといて、最近ね、またぐーっと上がってきてるんですよね。これやっぱまたちょっと乱高下の香り がしななななくもいいかなというとうころなので,で、それで言って、まあ、下げるというふうに見てるというところはですよ。えー、もしかしたらまたショートカバーでまたグッと上がっていく、もしくは、まあ、下にも触れるみたいなことが起こるかなと。で、これ起こったらですね、やっぱ個人投資家にはちょっと痛手になるかもしれないので、ここは要注意かなというふうに思っております。で、個別カバーはこんな感じですね、になってると。で、ね、他はそんなにね、大きな差はないというところなんで、ね、まあ、この2名柄には注目ですよね、という話になっております。で、続いて ETF。ETF もオプションをね、ちょっと見ていきたいと思うんですが、これは何かというと、まず SPY というのは、S、S&P に関連する ETF だと思ってみていただきたいなと思います。で、999というのはこれはナスダックですねに注目するものになっております。で、これは IWM これは Ishares ラッセル2000これは中小型株ですねになっています。で、この3つの ETF が全てプットの方がまあ、3月19日ぎりは非常に多いんですねえ。要はちょっと下落を警戒してますよっていう話になっています。一方で XLF これは Financial Select SelectorSPDR。 スパイダーのファンドなんですけども、こっちはですね、コールの方が多いんですね、えー。要はファイナンシャルですから、金融機関関連ということになっております。で、やっぱりこれは、 金利が上昇するかもしれないっていうことを見込んで、こっちの方を仕込んでる人が多いということなんですよね。それだけやっぱり金利には注目が集まってるよ。金利が動けば株は動くんだよっていうことを表してるということだと思ってみてください。で、最後はこれアークイノベーション、えー、ETF ですね。アークって最近まあよく聞くものなんですけども、こう、イノベーション系のまあ株がたくさん入ってる ETF っていうことだと思うんですが、ざっくりとおっした説明すいません。えー、なんですけども、こっちもですね、やっぱりプットですよね。かなりね、乱高下している中で、まあ、上昇もすごく強かったので、えー、一旦は売りだろうというところで、 まあこれはね、かなり下がって、下,が下げを見ている投資家が多いということになっております。まあこういった状況を踏まえていくとですよ、何が言えるかってことなんですが、まあ先ほどこのアップル、テスラ見ていただいたんですが、アップル、テスラもそれぞれにここに組み入れされているわけですね。で、どれぐらい組み入れされているかによってですよ、またあその総て玉、そのプットコールのバランスっていうのはまた変わってくるだろうというところだったんですよね。えー、なので、まあそれぞれ、まあ個別で見た先ほどね、プットコールのこの 値にプラスしてですよ。s p y 9 9 9アークのこの組み入れ比率に応じて、この組み入れ比率に応じて、え、ットコールのバランスを見たときにはですね、テスラなんかはすべてにこう組み入れされている。で、アップルはアークには入っていないんですね。なんで、ま、その辺全部こう組み入れしてみると、テスラのプットはやたらやっぱり多いってことですよね。え、ールに対して倍以上、売る権利ですから、やっぱり下げを見込んでいる投資家が多い。まあ、もちろんどっかで、 かなり下の方を見込んでるっていうこともあるかもしれないので、一概にこれで、ね、下がるというふうに言える、言えるわけではないですし、しかも下げを見込んでいる中で上げてしまったら、それはもっと上がっていくってことになるかもしれないので、一概に上がる下がるという話ではないんですが、乱高下する可能性が高いということですね。なので、まあ、こっちはバランスは取れてるんですけども、こっちはちょっとバランスが取れてないというところなので、まあ、ちょっとテスラの乱高下には注意をしていただいた方がいいかなというふうに思います。はい。で、アップルですね。アップルに関しましては、一応上げを期待されているというところではあるんですが、この辺はですね、ちょっと散々 天井っっぽいようなな動きになってますしここがネックラインななんですよねなのでこのネックラインを超えてくるかっていうところもまずポイントになるとは思うんですけども、あとはこの下降トレンドライン、ここを超えてきたりとか、あとは下がった時には200日移動平均線、この辺を維持できるかっていうところが注目になってくるかなというふうに思います。で、テスラ見ておきましょう。テスラもですね、最近はちょっと調整がかなり入りまして、で、これはコロナショックからの安値安値、で、高値で取ったチャンネルライン、ここでは上昇が収まらずにですね、グッとこのチャンネルラインと同じ幅のチャンネルラインを乗せたところ、ここにですね、 天井がまあ形成されたと言ったことになっております。でこの天井形成からぐーっと下がっていってでまた戻してきてでまあ50%戻しを達成するかしないかといったところなんですね。もうちょっとズームしてみましょう。こんな感じですね。 なっています。で、えー、まあ今後の注目点としては50、50%戻し達成なるかというところと、2 5日線チャンネル上限に注目というところで、まあ、この辺を超えてくればですね、まあ、かなり強いという状況になっております。で、安値割れでも、まあ、チャンネル下限とか、200日移動平均線のサポートがあるので、まあ,あの、オプション SQ、まあ、SQ を超えた後にですね、下落したとしてもですね、結構サポートはね、厚いんだよなっていうところは、一応押さえておいていただくといいと思います。この、ここの安値付近ですね、この辺の塊、揉み合い付近があると思います。で、それがちょうど200日移動平均、 金銭とチャンネルラインと重なってますので、まあ、この辺のサポートが結構厚い、でもこれは逆に割ってしまうととんでもなく下がる可能性があるし、でさっき言ってた、まあ、プットコールの中でプットが多いというところですから、その SQ 付近でですねこっちのチャンネルを超えてきて、また上げていくようなことがあると、それまたこう上がっていく可能性というのも当然あるよねというところですね、ショートカバーみたいな形になり得るよねというところもね合わせて押さえておいていただくといいかなというふうに思います。はい、ということで2の動画のまとめになっております。まずねね今週は、ね、中央銀行ウィークの なので、金利ににについいいいいいてててての発言特 FOMC、ねえー、関しましままは注意ですすよっていうととうころをぜひ押さえておたいいただきたいかなと思いますで3月19日にはアメリカの SQ がありますよという話をしていきました。で、個別株や ETF のオプションを見ると、まあ、ひとまず金利が高くなった、そういう影響が懸念されているんじゃないかというところですね。まあ、特に ETF の中では、あのー、金融関連の ETF でだけが、まあ、コールが、勝さっていたというところですから、ここはですね、注目をしていただければと思います。で、個別株のオプションを見ると、やっぱりテスラのプットが多いというところですね。 え、プットが多いからといって上がる、下がるとかね、そういう話ではないんですが、やっぱり偏っているっていうところで、え、乱高下が必要かな、乱高下に注意が必要かなというふうに思います。で、テスラが動けば、やっぱりそれなりにやっぱナスダックが動くし、で、ナスダックが動けば、まあ他の株であったりとか、まあ日本で言うとマザーズとか、そういったところが、ね、日本で言うと、あとハイテク関連ですかね、半導体とかソフトバンクグループとか、そういったところが影響を受けると思いますので、まあそういったところ注目をしていただければと思います。 はい。では、今後の売買戦略、冷やしのチャンネルラインで見ていきましょう。まずは日経平均株価です。ね、これのショックやすねから取ったチャンネルラインで引いておりますけども、ここでね、一旦頭を打った後、調整が入ってセンターラインで止まって上にいるというところですから、25日線、まあ、ちょうどありますしで、あと S q 値ありますし、あとセンターライン、まあ、この辺が維持できるかどうか注目をしていただければと思います。トピックス見ましょう。トピックスもね、かなり強いんですよね。で、そこから、まあ、ぐっと上がってきたというところですので,で、高値も超えてきたというところですから、まあ、ひとまずこのセンターラインを 維持しながら上がっていくとですね。なかなか強い展開が続くんじゃないかなという風に思います。えー、まず行きましょう。マザーズに関しましては、この下降チャンネルの中にいますね。下降チャンネルの中にいるので、まあ、ひとまずはこの200日移動平均線が支えてくれたような格好になってます。から、えー、ここを維持できるかというところとまあ、弱い中でもですね。まあ、センターラインとかね。25日線とかこの辺を超えてくるかどうか注目をしていただければと思います、えー、ニューヨークダウ行きましょう。ニューヨークダウに関しましては、こうセンターラインまでまだ距離ありますけどね、えー、ただ結構強い動きなので、なんかサクーッとこうまあ、ここまで届かなくてもですね。 ままだ上昇続きそううなな雰囲気はあるチャートかなといいううに思いますが、まあ、ちょっと短期的な過熱感もね、ちょっと警戒かなというふうに思います。えー、3サ P。ドピーに関しましては、25日線を維持できるかどうか。あとはチャネ、チャンネルラインの加減を維持できるかどうか。やっぱりちょっとね、アップルとかもありますから、えー、他のハイテク関連もこんなん入ってますから、やっぱりちょっと重たいところもあると思いますので、下の方には注意をしておいてください。えー、ナサナに関しましては、やっぱ25日線ここまで来たんでね、ここは超えていただけるとだいぶ雰囲気は変わるかなというふうに思いますね。えー、で、一方で、チャンネルの加減ラインを維持できるか。ねちょ はい範囲で、ね。でには注目をしていいいただければと思いますはい、ではで今日の動画のまとめになっております。まずは日経トピックス小幅上昇、まずは下落ということですね。で、アメリカは3指数小幅上昇ということになっております。で、今週はね、中行銀行ウィークですよということでね、金利投稿には注目をしていただきたいな、注意をしていただきたいなというふうに思います。あとアメリカの SQ はですね、まあ金利高をね、見込む動きと、あとテスラとか、あとゲームストップですね。まあこの辺はプットが多いというところで、やっぱり 乱攻撃が必要でですすよねねとというところです、ね、テスラも気になるし、やっぱゲームストップもやっぱちょっと気になりますよね。えー、なんで、まあ、そこが、ま、ちょっと動くかもしれないんで、またちょっと人騒ぎあるかもしれない。まあ、その辺はね、警戒をしておいていただいても、損はないかなというふうに思います。あとはセンターラインと株価に注目というところで、まあ、日経平均株価とか、ね、えあとはま、トピックスとか、この辺はセンターラインが注目ですよね。になっていますし、まあ、25日線と株価に注目っていうのは、まあ、マザーズとかナスタックもね、超えてくるかどうかとかね、そういったところも注目だと思いますので、えよかったら注目をしてみてください。では今日もお知らせ を入れささせてくださいい個別銘柄ととことん分析すするマガジン配信中でございます最新記事はね、この成長性けるこれ不動株比率ですねえ。この記事投稿しておりますので、よかったらご覧になってみてください。で、今週またね、新たにこう分析をしていきたいと思ってますので、こちらも期待しておいていただければと思います。初月無料になっております。で、おすすめ書籍、まあ昨日と一緒なんですけども、k i n d l e l i m i テ e d ですね、まだ引き続きキャンペーンが続いておりますので、よかったらこちらも見てみていただければと思います。で、まあこれ結構賛否両論あるとは思うんですけども、僕、池早さんが最近よく好きなので、池早さんの方ね、結構まあ読みます。 立っていいるんんですけども池早さのの本のいいところはですねとにかく読みやすいところ。もう端的にかなり大きな文字でまとまってるので、で、まあ、少なめの、ボリューム短めの本のが多いんですけども、かなりね、えー、コンパクトにまとまっていて、k キンド l アリミティとはほぼ無料で見れるものばっかりですので、ざーっと読んでいくと、一気にですね、こう知識をね、収集できるっていうところはすごくいいところかなと思いますので、まあこういうふうにね、えーまあ、読んだら利用しようず終了済み、また新しい本を読むみたいな感じでできるので、えー、10冊を読み回すイメージでね、使えますから、よかったら使ってみてください。ということで、 えー、今日はこんな感じで終わっていきたいなというふうに思っております。日本の SQ 超えましたが、アメリカの SQ に注目という話でございました、えー。今週まではやはり注意をしていきましょうという話になっております。で今日の中でも少しでも参考になればぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。また明日以降もですね、えー、こういった最新の状況でテクニカル分析をお伝えできればと思ってますので、<laughs> ぜひ最後までよろしくお願いいたします、えー。最後の最後で、はい、笑っております。娘が起きてきました。はい、ではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。